エンジンチェーンソー350ミリ、製品マニュアル3、燃料の給油、混合燃料の給油、チェーンソーを屋外の平坦な場所にキャップ側を上向きにして横に寝かせてください。燃料タンクキャップを少し緩めて、タンク内と外の気圧差をなくしてください。燃料タンクキャップを完全に取り外し、混合燃料を少しずつゆっくり給油してください。燃料は無塩ガソリンに2サイクル専用オイルを25対1の割合に混合した混合燃料を使用してください。混合燃料は燃料タンクの8分目を目安に入れてください。給油が終わったらキャップを完全に締め付け、燃料漏れがないことを確認してください。チェーンソーオイルの給油。本製品にチェーンソーオイルは入っていません。使用する前は必ず給油してください。チェーンソーを屋外の平坦な場所にキャップ側を上向きにして横に寝かせてください。オイルタンクキャップを少し緩めてタンク内と外の気圧差をなくしてください。キャップが固く開かない場合は付属のボンビボックススパナをキャップの溝に入れ回して開けてください。オイルタンクキャップを完全に取り外し、少しずつゆっくりと給油してください。給油が終わったら、キャップを確実に締め付け、オイル漏れがないことを確認してください。4. エンジンの始動に続く。